ようこそドリームランドにお越しくださいました。今日はこちらで案内人をさせていただきます。ドレスのスティングでドレスティングです。どうぞよろしく。今日も夢と希望をこの私というバッグの中に詰め込んで出かけるの。ときめきドキドキキラキラ、もう張り切らないわ。さあこの街の素敵なところも素敵を持って紹介するわね。まず見て赤いヒール、綺麗な女の人、こっちは今にも踊り出しそう男の人。弾むステップに小鳥の声、ここはドリームラン。ニュースでは恐ろしいこと、不満ばかり流れてる。でもそれは見えてないだけ、見落としてないだけ。ドリームコミュニケーションやったことある人、あ、
ント。私が例えばタワーレコードさんに言ったら大好きって返してください。そしてドレッシングちゃんの場合も大好きって返してください。強制的に大好きしか言えない方法になっておりますので、ぜひお付き合いください。そして最後にだからいつだってって言ったらありがとうありがとうでお願いします。それでは行きますよ。ドリームコミュニケーションスタート。
寒くないわ。私こちらの妖精さんにもたまに無視をされるの。
どうしたらいいの？でも今日はね、絶対私の妖精さんをしてくれるから、あのキラキラした服を着てくれてるの。空を飛びたいんでしょ、あなたも。 You can fly。 それでは、なんだかよくわからなくなってきたので、次の曲歌わせていただこうと思います。ちょっと真面目な曲に入りますが、皆さん勇気の街へ行ってらっしゃい。大丈夫。あなたはたった一度、この一度しかない人生を
ありがとう、ありがとう。とっても真剣な感じになっちゃったわね、妖精さん。あ、うなずいてくれたじゃない、ありがとう。初めてうなずいてくれたわ。あ、ミュージックは？ミュージックは？言っちゃっていいわ。ありがとう、ありがとう。続いての曲で最後になっちゃいます。どうか皆さん心の中で踊るんじゃなくて体いっぱい踊ってください。それでは最後は塔の上のラプンツェルより自由への扉。今日もいつもと同じ朝、ほうきで掃除をした後、モップをかけて床を磨く、洗濯して仕事は終わり、お気に入りの本を読んで、部屋の壁に絵を描いたり、ギターに物料理をするの、変わらない毎日。ありがとう、ありがとう。手を振ってもらえるだけで私本当に幸せなのよ。パズルに脱におやつ、いたずらバレエ、そしてチェス、焼き物、それからキャンドル作り、ヨガと絵画運動、裁縫、同じ本を読み返して、また絵を描く、もう飽きたわ、一人部屋で長い私のこんな暮らし、いつまで続くの。明日は光が夜空飛ぶはず、きらいよね、きっと急いで、これが終わったら急いで福江の方へ移動。